はい、本日はですね、ノースフェイスのダウンジャケットやアウターに合うデニムをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、ノースフェイスのダウン着るときはいいねんけど、ダウンジャケットがいっぱいあんねんけども、なんかパンツどうしようかなとね、下のズボン何がいいかなって言って、よく視聴者の方からね、パンツやっぱデニムでしょっていうお声はいただくんやけども、デニムってね、結構それこそむずくないですか。ちょっと冬寒いし、夏暑いし、やだよねと。で、しかも形的にもね、ちょっと今の時期のこういうノースフェイスにね、合うようなデニムってなんかないんかな、もう作っちゃえってことでね、作らせていただきました。でね、これたまたまお前ノースフェイスに合う合うって適当なこと言ってるんやろと思われるかもしれないんですけども、いやいや、真夏のめっちゃ暑い時期にこのダウンジャケット持ってね、汗かきながら着用してパンツ履いてね、あれ？なんかこれ細くないですかと、なんかちょっと思ってるのと違うんですよね。で、細いこんなパンツって今どこにでもあるから、あえてこうゆったりしたワイドなねパンツがいいんですよねなんて言ってね、もう一回職人さんにちょっと怒られながらもう一回作ってもらったっていうことがあったりしたんですけど、それぐらいこういうダウンジャケットにね合わせるためにこう作りに行ったんですよね。だからノースのこういうアウターヌプシとかバルトロとかマウンテンダウンで、それがやったらこうジャケット系のね、マウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットとか、まあ何でもいいんですけど、まあそういうのにね、とにかく合わせれるやつ、何も考えずにスパーンとハマるようなやつっていうのをね、今回作らせていただきましたので、そちらのご紹介していきたいなと思います。では本日の流れとしてはですね、まずはまあ僕の着用してる様子、コーデの様子っていうのを見ていただいて、あ、なるほど、こんな感じでハマんねんなとか、あ、こんな感じでタクト生きてんねんなっていうのをね見ていただいて、その後にこのデニム実は NASA のね、宇宙とかで使われる NASA の素材を使ってるんですよね。だから見た目はね、別に普通ですやんと、何が違いますのと思うかもしれんけど、実はな、あの革新的な新しい技術を入れてますので、そんなご紹介をして、ほんでね、とは言いながらね、まあデメリットもありますのでね、デメリット言っておすすめの人言ってサイズ感でお話していきたいなと思います。ではまずはパンツ、まず出しましょうか。こちらにも変わってるんですけどね、こちらゾーンということで、こちらのデニムパンツです。一応ワンウォッシュはかけてあるので、大幅なね縮みとかはないようにはしております。でまあ早速ね、僕の着てる様子見てもらいたいんですけども、着用してる様子がね、まずヌプシから見ていきましょうか。ヌプシの着用してる様子っていうのが、この池があるような雰囲気のところでね、まあカッコつけてやってるやないかと。でも確かにちょっとワイドなね感じって、ヌプシとかちょっとゆったりしてるようなね、どうしても冬のダウンジャケットって大きくなるじゃないですか。上が大きいから、やっぱ下もね、冬用にちょっと大きくしとかんと合いづらいっていうのはあると思うので、まあそれをあえて同じようなサイズ感にすることで合わせやすいんじゃないのということがあったりして、こちらヌプシの方合わせてみたりだとか、それ以外にもね、もうちょっとアウトローな感じで行こうぜなんて言って、マウンテンダウンジャケットね、着用してる様子見ていただいてるんですけど、こちらマウンテンダウンジャケットはね、ちょっと街中のね、あの高架下というか、まあちょっとそんな時なんかでもね、ちょっと光が差し込みながら、こうちょっとゆったりしたサイジングで、まああんまダボつきすぎず、ちょっとゆったりめかなぐらいのコーディネートでね、カッコつけております。まあこんな感じでね、合わせてもらってもいいし、次バルトロね、バルトロの方はズボーンって合わせていくと、もともとこのジャケット自体が結構上ボリューミーじゃないですか。だからどうしてもね、下のねパンツを細くしすぎるとやっぱりちょっと若すぎるので、まああえてゆったりしたぐらいのサイズ感やったらね、30以上の方やったらね、ぴったり合うかなと思ったんでね、こんなサイジングにしております。でまあそんなのパッて見てもらったら分かる通り、アウターとの相性めちゃくちゃいいでしょ。でアウターとの相性いいだけじゃなくて、僕実はこれ去年から出してるんですけど、過去にね購入いただいた方とかでもね、インスタに上げてくれてる方とかいらっしゃるんですよ。タクゾーのパンツ履いてますみたいな感じでやってるけど、やっぱおしゃれな人はアウターだけじゃなくて、夏場の T シャツとかでもね、パンと合わせれるんですよ。でこっちに出てると思うけど、あの使っていいですかって本人に確認したらね、あ全然いいですよってことやったんで、ご紹介しときますけども、こんな感じ、あのめちゃくちゃおしゃれですよ。まあ、T シャツも僕の T シャツ着てくれてるし、パンツも僕のパンツなんですけども、こんな感じでゆったり合わせるっていうのももちろん夏場でもできるんだけど、まあ、特に冬場ですよね、合わせやすいように作っておりますと。だからまあとにかく何も考えずに、ゆったりめのアウター着たってなった時は、もうこのデニム履いときはもうそれしまいないよというような形にね仕上げてますので、まあコーデはね見てもらったかなと思います。でね、次がね、一応その NASA 言うたやつでありましたね。これ何かって言ったらね、宇宙服のほんまに NASA で採用されてるアウトラストっていう生地を採用してるんですよ。でこのアウトラストっていう生地がこの中に入ってるんですけど、宇宙ってね、あの暑かったり寒かったりするじゃないですか。っていうかめっちゃ寒いとこはもう百何十度寒かったり、暑いとこは逆に太陽回りで暑かったりすると思うんですけど、それをね温度を調節するのがね、アウトラストっていう生地あるんですよね。それをこの中に練り込んでるんですよ。だからこのデニムの中に、普通一見パッとしたデニムやし、肌触りも全くデニムやねんけども、実はアウトラストという最新技術をね彫り込んでおります。でそれが唯一日本の会社で一番最初に始めたっていう会社が広島県にあるんですけど、そこをピンポイントで見つけてそこに依頼してるということでね、あのこれマニアックな話、誰が好きやねんって感じなんですけど、まあとにかく冬場でも寒くないんですよ。普通デニムって寒かったり暑かったりするんやけども、まあ年中履けるねデニムの方がいいやろうということで、見た目はこうクラシックな一般的なデニムやし、変なこう癖とかもね、あのないようにはしてるんですけども、まあよくよく知ってもらうとね、あの僕らしいこう機能性がね、ここに詰め込まれてるというのが、こちらアウトラストのデニムになっております。だからあんまりね、あのこの中にパッチとかそんなに履かんでもね、意外とこれ快適なんですよね。なんか暖かいというよりかは温度が変わらへんというか、まあそんな感じなんですよ。アウトラスト知ってる方だったらご存知だと思うんですけど、そういう風に使ってますと。で僕の経年変化見てください。1年間履いた僕のパンツズドーンということで、こちらです。
です。色変わってますよね、結構ね。色落ちがね、綺麗にブルーに落ちるんですよ。たまになんかデニムとかっていっぱい洗っててもなんか変な色落ちするというか、濃い青になっていくやつあると思うんですけど、こういうちょっと薄いね、青色のこう昔のヴィンテージっぽい雰囲気っていうのかな、こう洗えば洗うだけね、あの表情がね出てくるっていう、薄い青色に出てくるっていうような染め方をしております。これも全く同じなんですね。 でいくら洗ってもね、アウトラストの機能は落ちません。もうこの中に入ってあるもんやから、生地の中に練り込まれてるからね、入ってあるから落ちるとかないんですよ、そもそも。だからもうガンガンもう履くたびにね洗ってもらっていいんですけど、まあ、こちらがそんな感じで僕が1年間履いてるやつですね。でよく見てもらったら分かるかもしれませんが、ここに0000番って書いてるでしょ。これ僕のやつなんですよ。僕のやつだけ0000番で、他のはね人によっても番号は違います。これだ0000074とかっていう風に、もうそれぞれのね個体番号が入ってますので、まあ自分だけのね一本を楽しんでもらおうと。でこれ何番やん、これは0069ってなんかちょっとやらしいような気もせんではないけどもやな、まあそんな番号になってるということなんで、まあ例えばねこうプールとか行ってね、着替えてたりしてね、おい俺のデニムどこ行ったっけってわからなくなってね、おいいっぱいこのデニムあるやんけってなったとしてもですよ、もし仮にあのスパプーでねそういうことがあるかもしれないじゃないですか。でその時でもね、あ大丈夫大丈夫、僕の番号74番だからとかね、あ僕69番ですっていうことでね、あのプールとか温泉でもね間違えないように番号がついてますよということで、まあそんなためにつけたわけじゃないんですけども、この本革のね梅革でこういうパッチを作ってました。で形としてはね、あの変にねあの癖とか若い子向けには作ってません。もうテイパードじゃなくて、もうねほんまワイドなストレートパンツ、こうズドンと落ちるようなパンツにしてますので、変にねあのテイパードとかにつけちゃうと、どうしてもこう丈のね長さこう変えた時にね形も変わってくるでしょ。こうだからストレートにねズドンと落ちるようなね、こうまあワイドなストレートパンツというような印象でね作り上げております。なんかテイパード入れませんかって言われたんやけども、テイパードはねちょっとやっぱ若い子向けになっちゃうというか、ちょっとまあありふれてるかなと思ったんでね、今回は遠慮しておりました。ではね次はねデメリットいきたいなと思います。とは言いながら悪いとこもありますよねと言ってくださいよってことなんですけども、それが何かっていうとね、さっきのねこのパンツの色落ち見てもらいましたよね。やっぱりねこれだけ色落ちするので、洗濯物とかはね一緒にしたらねとんでもないことになります。だから絶対に別にしてください。めちゃくちゃ色つきますので、洗うときはもう単体であると。そうやってね分けて洗ってもらうとね、色移りっていうのはないので、白 T とかもね全然洗えるんですけども、一緒に洗っちゃうとねめっちゃ色つきますので、それだけちょっと気をつけてほしいなっていうのがまず一つと、その次がねこういうね裾のとこに当たり出てるのかっこいいですよね。ボコボコボコって出てて、こうバッてひっくり返すとね、本来ならここにセルビッチっていうのがあるんですね。でこのセルビッチっていうのってここに線があるんですよ。でまあデニムのまあヴィンテージ好きな方とかってあるんですけども、それがねどうしても入れれないんですよ。なんで入れられんかって言ったら、これアウトラストっていう生地入ってるじゃないですか。だから年中着れるんですけど、それってねアウトラストを選んじゃうと、もう物理的にどんな世界の工場であってもセルビッチが出ないんですよね。だからセルビッチを出そうと思うと、今まで通りの生地を使わなあかんっていうか、普通の別に夏は暑いし冬は寒いジーパンを作らなあかんので、まあちょっともうそこは諦めようと思ってね、今もう世の中にそんな溢れ出てるから僕が作るもんじゃないわと思ったから、まあちょっとセルビッチはねどうしてもつけたかったんやけども、ここに関してはちょっともう断念しました。もう仕方ないからね、あのどうしてもね食器のね構造上ねそうなっちゃうんですよ。だからまあしゃあないな、食器ってそう生地を作るときにそうなっちゃうんでね、あんまりこう詳しいこと言ったらね皆さん嫌がられるから、まあ言わないですけどもね、またこいつ難しい話しだしたと思われたらね嫌やからまあ言わんけども、まあそういうところでね、作りました。でね最後はねサイズに行きたいんですけども、サイズがね僕が普段31インチ32インチのデニムよく履くんですけども、それで M サイズです。 M サイズでいいかなって感じで、結構これ太めなんですよ。だからね僕よりも背の低い方とか、僕よりもウエストの細い方はもう絶対 S でいけると思います。でこれご覧の方とかでもね、例えば俺サッカーやってましてんとか、俺ラグビーやってましてんとか言ってね、結構足に筋肉ありますねんっていう方でも、これはね全然その測れへんってことがないようにね、結構太めには作ってます。まあなのでサイズ感的にはもう30インチ以下の方は全員 S サイズ、それでもちょっと大きいかもしれんけど、まあそんな感じで、31、32ぐらいが M サイズぐらいで、33、34とかになったら L ぐらいやし、もうそれ以上大きいねんって方は XL でいいと思うんですけど、 XL はね結構大きいです。めちゃくちゃ大きい。僕がね XL 履いたらね、あの名探偵コナンのね新一がコナンになった瞬間の遊園地の時わかります？あんな感じでもうダボダボなっちゃうからね、 XL は僕どう頑張っても履けないんですけども、普段はね M サイズを着用してます。ということで終わりたいなと思いますので、本日はですねノースフェイスに合うデニムパンツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。